まあ、です今日はですね、インスタストーリーの質問コーナーの方でですね、あなたが街で見かけた変な着こなしはどんなんがありましたかっていうのを募集したんですよ。それについて、その質問コーナーのところに質問ボックスにいろんなこんな人がいましたっていう回答をいただきましたんで、それをいくつかね抜粋してご紹介させていただきます。それが前編中編後編の3つに分かれてまして、はい、前編3戦中編3戦、はい、後編3戦 で今回に限っては、土日月の3本、はい、3日間ね、動画投稿させていただきますんで、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということであなたが街で見かけた変な着こなし前編なんですけども、はい、まず3選いきます。はい、1つ目がですね、アディダスのトラックパンツに、ナイキのスニーカーですね。はい、この回答が一番多かったです。定番ですよね。うん、一番多かったです。まあ、もはやこう逆に定番になっちゃってるんじゃないか一周回って一周回って定番になってるんじゃないか説まで出てる、浮上してるくらいなんやけども、うん、まあほんまにもうこう今回の変な着こなしシリーズ以外でもたびたびね、この組み合わせ、ね、なんか NG スタイルとかそういうのもたびたび出てきますね。たびたび登場してます。ではアディダスとナイキの組み合わせにこうフィラのアイテムだったりとか、アディダスナイキの組み合わせにモンクレのダウンとかっていう回答もあったりしました。まあ、この組み合わせ自体もあのアディダスのトラックパンツとイージー350が、うん、流行ったやんか、めちゃくちゃ2016年、7年にね、はい、その辺ぐらいから生まれたという印象ですよね。非常にそう思ってます。うん、でまあエアフォースワンとかモアテンを合わせてるイメージが多い。めっちゃ多いっすね。ナイキのトラックパンツにエアフォースワン、モアテンがすごい多いかな。はい、でまあその大阪の心斎橋のね方とかやったら、居酒屋のキャッチの人とかがよくこういうスタイルしてんのよ。多かったな。多かった。マジで最近はまあ多少なりとも減ってきてはいるけれども、やっぱり多かったね。うん、やっぱりまあこうスポーツメーカーの組み合わせに関しては皆さんシビアな印象を持ちなのかなと。確かにね。うん、特にこうスポーツメーカーの中でもさ、アディダスとナイキって二大巨頭感があるから、そこが交わることに対してなんかこう違和感を抱く人がすごい多いのかなというところですね。まあ気にしてない人もいるからこそそういうスタイルが多いと思うんやけど、これに関しては気にしてる人もすごい多いという印象です。はい、では次2つ目です。2つ目がですね、ケツの割れ目が見えそうなスキニーパンツと。これどっちなんですかね。うん、このピチピチすぎってことなんか、うん、腰パンしすぎて見えそうなんかっていう。あー、ピチピチすぎってことなんじゃない。ピチピチすぎて、ちょっとローライズのさピチピチすぎるやつってことなんじゃないかな。ピチピチすぎるのに関しては、もう今回の企画でもお話ししましたけども、あの過去のね動画でもお話してるんですよね。いわゆるこうヤリラフィーのファッションというところで、ピチピチすぎるスキニーパンツというのが、ふくらはぎが浮いてるスキニーパンツみたいな、ね、そうそうそう、ふくらはぎの筋肉までわかるスキニーパンツみたいなのがよくあのフィーチャーされるんやけども、はい、まあ、このケツの割れ目が見えそうなぐらいのスキニーの腰パンに関しては、もう現代のラッパーファッション、ラッパーのね、はいはい、トラップ系とかかな、ね、のスタイルにはもう全然、まあ、あるものやと思うから、まあ、好きな人からしたらなんであかんねんっていうふうに思うと思うんやけども、まあなんか腰ばきがありかなしかのってなんか議論ってさ、昔からやっぱあるし、うん、昔からある。ちなみにまあ僕は腰パンはすごい賛成派です。腰パン自体はね、はい、うん、で実際インスタグラムでね、吉川ひろとさんっていう方がいらっしゃるんよ。ヒロとアンダーバーヒロと吉川で検索してもらったら出てくるんだけど、その人基本的に腰ばきのスタイリングをめちゃくちゃ上げてんだけど、めっちゃかっこいい。へー、うん、めちゃくちゃかっこよくて、あのモデルしてはる方なんやけど、その人の腰ばきスタイルめちゃくちゃかっこいいのよね。だから全然腰ばきも OK やと思うし、で例えばさ、ウィズカリファとかってなんか細めのスキニーパンツにちょっと腰ばきしたりとかしてるやんか。ああいうスタイリングは全然俺はかっこいいと思うから、まあ俺はありやとは思うんだけど、結局なんか履きこなし方やな。うん、だとやっぱそういう、多分この人が言ってんのって、なんかそれこそローライズのピチピチスキニーでこう蛍光スニーカー履いてる、いわゆるほんまにさっきも出たけどさ、ヤリラフィーファッション、ヤリラフィーがやっぱこうやり玉に上げられてるよね。うん、なんかそういうな、印象、そういうイメージでこの人はコメントしてくれてはると思うんだけど、腰パン自体俺はオッケーですね。まあまあでも結構意見分かりますよね。だらしない、だって何もしない人からしたら、そんなケツの割れ目見えるぐらいまで腰パンすんのなんかもうだらしないの極みじゃないですか。まあそういうところの価値観が出てくる。
かなって思うんですよね。まあ賛否両論分かれるところだと思うんで、皆さんねどう思うかっていうところをコメントまでいただけたらと思います。次3つ目です。3つ目がですね、全身ハイブランドでスニーカーリーボック。まあこれに関してはすごい偏見、どれらい偏見ですよね。どれらい偏見ですかね。まあこれに関しては俺らがどう思ってるかっていうか、こう思ってる人がいるという、イメージで皆さん、あとこれ全部そうなんですよ、僕らが見たやつじゃないんで、うん、これはあのもうそういう人が変だなと思ったという意見をいただいた分なんで、まあ、この人が言いたいのは、全身ハイブランドやからスニーカーもハイブランドにせえよっていうことなのかな。どうなんすかね。うん、それともこう、なんでスニーカーがナイキとかアディダスじゃないねんっていうことなのか、二大巨頭じゃないところに違和感みたいな感じですね。うん、なのかな。まあ、ただリーボックでもこうポンピュフューリーに関してはこうラグジュアリーストリートと呼ばれるベトモンともコラボしてたわけやし、うん、でまあこうクラブ C っていうモデルに関してはマルジェラともコラボしてるから、まあ、こういったね、モデルを履いてたら全身ハイブランドっていうくくりになるとは思うねんけども、確かにリーボックの世間のイメージではハイブランドと組み合わせるブランドっていうイメージではないかも。確かにね、その考えは、うん、あ、分かる気がします、なんとなくは、うん、ナイキとかアディダスほどこうスニーカーにおいては世間に浸透してないと思うから、やっぱりそうっすね、うん、まあ、やっぱダサいとか変とかっていう見え方になってんのかな、人が多分まあ多いんじゃないんかな、うん、シンプルになんかナイキアディダス以外を毛嫌いしてる人も多いと思うし、多いと思うっす、うん、はい、ということであなたが街で見かけた変なコーディネートの人、変なスタイリングの人ですね、ご紹介してくださいという、着こなしの人ご紹介してくださいという部分なんですけど、今回でこれ前編終わりました、はい、次から中編と後編が、はい、明日明後日で動画が投稿されますんで、ぜひそちらもご覧ください。ということで今日の動画終わりますんで、また次回の動画でお会いしましょう。